はい、行きまーす。じゃあ笑顔バージョンでもうちょいにっこりで。行きまーす。もう一回ここでーす。はい、もう一回行きまーす。ラストね、ラスト。はい、お願いしまーす。はい。あれ、はい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 。はい、オッケーです。ありがとうございます。はい。もう終わった。あ、じゃあ。それでは、もう一度皆さんで練習やらせてください。じゃあ水入れようね。水入れよう。ミスなでしこという名前の梅なんです。で、去年の5月のワールドカップ出場の時を決めた日に取った梅で、はい、これがありがとうございます。頑張ってください。みんな違うんですよ。一人一人の名前とメッセージを入れていただいてて、はい、もったいなくて食べられないので、はい、大事に。自分を信じろ、鮫島彩、書いていただいてます。自分と仲間信じて戦っていきたいと思います。最高に幸先が良かったわけではないですけれども、悪くはないと思います。18歳で一番初めに行った時、それから4年前、まあ、若手で行った時と、いろんな立場でのワールドカップを経験しているのは本当に少ないと思うので、私ができることっていうのはそういう面ではたくさんあると思うので、チームがその年関係なく全員もう何も心にもやもやしたものがなくピッチでプレーを表現できるようなチームになるように自分もできることを全てやりたいと思ってます。澤さんはずっとこう自分たちの中心というかスターなんですけれども、その下にも大野選手がいたり若手に岩渕選手がいたりスター性のある選手が今一番多いと思うのでそれは結果が伴ってこそだと思うのでたくさんのスターが出るような大会にしたいと思ってます。スター性がある選手、前目にいい選手が多いっていうのでやはりその選手たちが輝けるようなパスを出したいなと思います。